はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今日はですね、救っていくっていうほどでもないけど、新しいパックで誰も使ってないモンスターでですね、あのコシンクトグアというモンスターがいまして、今日はこのモンスターを救済していこうかなというふうに思ってます。このモンスターね、よく読んでみるとね、結構強いんだよね。これどういう効果持ってるかっていうと、汎用の4、シンクロモンスターで炎属性ですね。炎属性、あれアレイスターさんが喜びそうですね。でこのカードがシンクロ召喚に成功した場合、フィールドのランク4のエクシスモンスターを全て持ち主のエクストラデッキに戻すよという効果がありますので、相手のランク4のモンスターを全バウンスできるっていうことで、まあ自分もですけど、で結構ねこの効果もまあそこそこ強いかなっていうのと、あとね、あのね、この2番と3番が結構強くて、よく読んでみると、このカードを素材とした融合召喚に成功した場合、自分はデッキから1枚ドローすると。だから例えばですね、これ炎属性じゃないですか。だからアレイスターを例えばですよ、アレイスターを出してアレイスターとコシンクトグアで融合召喚してプルガトリオを出せばワンドローができるんですよね。でもう一個丸三番、今日はこっち使ってるんですけども、フィールドのこのカードを素材としてエクシス召喚したモンスターは以下の効果を得る。このエクシス召喚成功した場合に自分はデッキから1枚ドローする。だからこのモンスターって融合素材になるか、もしくはエクシード素材になると、ワンドローできるんですよ。だから結局ね、エクシーズするか融合するか、どっちかにすればいいと。でまあ最初ねアレイスターでいいやと思ってアレイスターで使ってたんですけども、召喚権がね被るんですよね、アレイスターって。あの要はこのコシンクトグアを出すために、あのライティドライバーから今回行くんですけど、ライティドライバー召喚して、レフティ特殊召喚してレフティの効果で自身をレベル3にしてから、3と1でシンクロしてこれ出していくんですけど、これすると召喚権がね被っちゃうんで、しかもアレイスターってサーチないから、今しかもなんかリミット3だし結構大変なんですよ。なんでちょっとアレイスターと組み合わせるの難しいなと思って、エクシーズ召喚の方にあの合わせてみたんですけど、これねあのすごいことに気づきまして、あのコシンクトグアってシンクロモンスターなんですよ。でシンクロモンスターをエクシーズスターにした場合、なんかそれすごい強いカードがありまして、これなんですね、これ国威脈の波動っていう、これシンクロモンスターをエクシーズスターとしているエクシーズモンスターがフィールド上に存在していると、フィールドのカードを1枚ゲームから除外しながら1枚ドローできるっていう、マジぶっ壊れカードなんですよ。だから今日はですね、コシンクトグアを巻き込みながらエクシーズをし、国脈の波動を伏せるっていう、なんかすごい強そうな動きをしていくというデッキになっております。あのね、ある程度事故りますが、決まった時はマジでやばい動きするんで、まあやばい動きがどんな動きなのかっていうのをねご覧いただこうかなというふうに思っておりますので、早速デュエルをやっていきましょう。デュエルスタンバイ。国脈来い、まずは国脈が来てくれ、頼む。進化した最強ドラゴンはいい。あ、来た、あ、強い強い、これは強い、この判断強い、この判断強いぞ、この判断強いが、先行取られたか、先行きついな、あーきついな、先行取られたのは結構きつい。精霊竜飛んでくるやつ、これあーおよそ最強ハンド。もう挨拶みたいにオルタナ飛んでくるのやめてくんないかな、もう本当に。まあ、精霊竜はそんなに怖くはないですけどね。はい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 、スピリットドラゴンですか、いいですよ、全く問題はない。あ、それは OK、 防がないのはでかい、防なしはでけえ。ライティドライバーを召喚、ライティドライバーの効果を、さあライティドライバーの効果によってレフティを特殊召喚で、レフティ特殊召喚成功時効果発動、レベルを、1個上げることができる。そしてレベル3のライティドライバーにレベル1の、あ、レベル3のレフティドライバーにレベル1のライティドライバーをチューニング。コシンクトグア誰誰お前誰やねん。ギガンテスを特殊召喚、レベル4のモンスターが2体来るというわ。オーバーネットワークを構築するぜ、エクシーズ召喚。これはデッドリーですかね、デッドリーでぶん投げるに行けばいいか。はいはい、ほい、デッドリーシーン、これ逃げるかな、これ逃げて食いますね、これ源流入ってる、まあ源流かなんか先行流したらしか知らないけど、あースピリット効果、はい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 、なるほどね。で、銀竜に変身か、先行竜に変身か、どっちかわかんないけど、まあいいや。はい。
で、召喚、あー強っ、あー強っ、強っ、さようなら、極楽の波動、波動拳、強すぎた、なんて強いんだ、なんて強いんだ、好きな発動、うわー最強だ、なんて強いんだ。これまだ相手のカード2枚除外してあれですからね、2ドローできますからね。ふんまったー。さあお相手の方、ハーピーの狩りはいいでしょう。ハーピーデッキ本当に多いですよね。もうとにかく、あ、でもこれはね強いです普通に、ライティドライバー召喚、ライティドライバーの効果増、ライティドライバーの効果によってレフティを特殊召喚で、レフティ特殊召喚成功時効果発動、レベル3にしていく。でレベル3のレフティドライバーにレベル1のライティドライバーをチューニング、新規の召喚、古神フトグア、そして、墓地の地属性モンスターをゲームから除外し、これがね、あの本当はあのメブックが生きてたらマジで強かった、マジで強かった。とりあえずインベルズローチかなんか出しといたらいいんじゃないか。はい、これでクトグアはエクシーツアーになった場合ワンドローすることができる。うおい強いな、およそ最強だぞ、考えられる最強ハンド。あーでも国脈1も落ちたか、やべえバレたか、国脈、国脈墓地の落ちたかバレたぞ、これセットセットですね。でこれでエンド、いやこれ結構辛いと思うけどね。ローチは言うてハーピーだと、ハーピー SC は出せませんので、出すとしたらエクシーズモンスターですね、チャネラー、まあまあまあ、まあ、これ強いわ。カリバ、まあしょうがないね、これはこれはもうしょうがないわ、これはねカリバをぶっ飛ばすしかないなっていう。スワローズレストがあるかもしれないんで、あのここで、チャネラーに打っちゃうとダメなんで、ここで一回カリバを確実に除外しながら1枚ドローしていくと。はいはい、でブロックドラゴンも来たと。さあどうする、エクシーズするしかないと思うんだよね。でもこれまあ入ってるか分かんないけど、ウロボロスとか入ってればウロボロスとか、あとデッドリシンとか、まあ、デッドリシンが一番の回答か。ハーピーじゃないだろう、カリバの効果でね相手のバック割れるのが強いですよね、カリバっていうのは。ただもうこれカリバ除外しちゃったんでもう回収できない。でパフューマー特殊、はい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 、でパフューマー特殊召喚成功時効果、これで万華鏡かなんかかな、羽休めの方いいでしょう。でも羽休め使えんのか、シンクロ召喚は止めるぞ、大丈夫か、ローチの効果分かってるか。これねたまにあるんですよね、これあのローチの効果知らんとシンクロ召喚してきてローチで無効にされてサレンダーされていくっていうパターンですね。あれ一番おもんないんでマジでやめてほしい、テキスト読んでほしい。ただね、最近思ってるんですけどね、難しくなってきてるんでカードが増えてきて、むずいっす、かなりテキスト読まないといけないカード多すぎて結構大変だなって。本当にね、ダンも多いしね、パックも多いし、何のデッキ作ったらいいかもよくわかんないし、今新規に本当に優しくないゲームだなと思いますね。このゲームはなんか新規が楽しめるような機能、まあ、シード戦とかそういう系の機能を実装すればいいんですけど、実装しないんですよね。まあ、今デュエルリンクス売り上げがめっちゃ下がってるっていうのもありまして、まあ、おそらく、まあ、現状維持みたいなのことしかできないんですよ。予算も多分ないだろうし、あんまり。だから新しく新機層を取り込むみたいなあのコストをかける多分ことしなくて、だから多分ねこれね一生このまんま行くと思うんですよ。だからどんどんユーザーは減ると思います。それをね僕は止めたいんですよ。なのでうちの幹部会の竜の幹部会っていうのがありまして、で竜の幹部会でいろんなねシールド戦とか NR 杯とかノーリミット大会とかいろんな企画をやってるんですよ。なのでぜひですね、デュエルリンクス、遊戯王は好きだけど、デュエルリンクス意味、あ、これは国枠、無理。この瞬間遊戯王は好きだけど、みたいな、だけど、なんか今のデュエルリンクスは楽しくないみたいな人はね、ぜひね、うちの幹部会に来てくれ、頼む。マジで。後悔はさせん、絶対に。羽休め OK。後悔はさせん、絶対に。さあ、しっかりと宣伝をしていく。これで負けたら使えないぞ。こんだけ喋って使えない可能性あるのやばいんだよな。
喉が痛いわ。今日もうこれでデッキ8個目なんですよ、撮ってるの、撮影してるの。もうね、喉が痛いです。頭痛くなってきたわ。2枚強いな。2枚は普通に強い、正解2枚は。とりあえずレフティードライバーの効果と、レフティードライバーの効果によって、ライティーを手札に加えることはできる。ライティー召喚だな、ライティー召喚、ライティー効果、ライティー効果によって手札から出てくるけど、これ弱いけど、レフティードライバーを特殊召喚でレベルを1個上げる。包括だけ本当にやめてほしい。で、レベル4シンクロでハストール出してく。はい、こう、はい、ハストール来た。でだ、貴族性がいっぱいいるんだよ、墓地に。つまり紅茶のせる。これで狡猾は効かん。俺のブロックドラゴンだけは、いけブロックドラゴン、ほい、こいつだけは狡猾が効かん。カードを1枚セット、スキル発動、いくぜおりゃさあどうする、さあその伏せなんだい、その伏せなんだい、清掃、何？速攻魔法発動。あ、いいだろ。スワローズネスト。なるほどな。なるほど。ネストで、え、これでもさ、これまだ突破できないってやつ。攻撃表示。攻撃表示。なんだ、死ぬぞ。諦めたか。俺。おりゃ。なんで攻撃表示にした。やってることはやばいですね、このデッキ。まあ、ただね、事故率がえげつないっていう弱点はあります。はい、どんなカードでも。さあ、お相手の方、この世界に流星君、よろしくお願いします。行くぞ流星。俺は機械の援軍の効果によってライトロードアサシンライデンを手札に加えていく。ライティー来すぎじゃない。ライティードライバーを召喚。ライティードライバーの効果発動。ライティードライバー来すぎなんだよな。そんなにね、あのドライバーいらないんですよね。あの乗組員の方が結構今重要で、そんなにねあのドライバーばっかりいらないっていう話は。これ弱えな。こういうことは結構あるんですよね。調律、なるほど、あ、強い、やっべ。いやでもシューティングスターのさ、ちょっとチューニングマンやめて。あのシューティングスターのさ、あの効果もさ、ハストールでさ、あの無効にしてあげれば止められるからさ、攻撃もワンチャン強いんじゃないかなっていう。あのジャックデストロイヤーはマジでやばいけど、よし、デストロイヤー、これデストロイヤー来るかな、これもしかして。デストロイヤーはやばい。シューティングスターは多分なんとかな。でもデストロイヤーも止められるんですよ、攻撃は。そんなにやばくないか。これハストール意外と強いぞ。ジャンクウォーリアはいいわ。ジャンクウォーリアの攻撃で、レベル3のジャンクシンクロンが蘇生できるジャンクコンバーター効果、はい、いいでしょう。コンバーター効果、はい、で、8シンクロですね。スターダストかジャンクデストロイヤーか。ここでね、先行でね、あのクイックロンを使って出せる強い8シンクロモンスターがいればよかったんですけどね。そしたらもっと強かったんですけどね。クイックシンクロンとオライオンから出せる8シンクロの先行で強いモンスターいないですよね。誰やお前、誰気候忍者クリムゾンシャドウ、黒幕の波動、何何貴様も波動拳の使い手、貴様も波動拳の使い手だと。やるじゃないか、シューティングスターしないのか。なるほど、君とはうまい酒が飲めそうだ。なるほどな。ギガンテス来た、ギガンテス来た、ギガンテス来た。ライティードライバー召喚で、ライティードライバー効果。いやこれ、これあれだな、ワンドローに勝ってんだよな。で、レベル1個上げる。これ黒脈対決ですね。これくしくも黒脈対決となっております。現在波動拳に波動拳をね、お見舞いしていくっていう、そういう対決になってます。クソグアをシンクロ召喚でですね、墓地の地属性モンスターをゲームから除外して、ギガンテスを特殊召喚していく。でレベル4のモンスターを2体使ってオーバーレイしていく。これで、いやテッドリーしかねえか、
デッドリーしかねえか。デッドリーしかねえな。あいつを突破するにはデッドリーしかねえ。いけ、デッドリーシン。さあここでクトグアの効果でワンドローが入るぞ。国脈来い、国脈来い、国脈来い。いやー弱い、しょうがないけど使うしかねえ。これはギガンテスでからのクリムゾンシャドウを除外していく。やつは戦闘効果で破壊されないけど除外はされる。スキル発動して絆の力使ってバトルフェーズ、おいで、ゲットシーン効果 OK。 いやーでもこれなんか引いてんだろうな、さすがに。これ何らかのカード、デッドリシーンの打点は抜けない。クリムゾンシャドウは、エクシリスダがないので、国脈の波動、え、それ売ってんの。新境モンスターエクシリスダ、新境モンスターがフィード上に存在する場合これ相手フィードにいても売ってんのかい。